さあ、皆さん、コーヒー楽しんでいますでしょうか羊コーヒーの森です。さ今日は、見る、やっていこうと思います。今、何かと話題のタイマーの S3 ですね、えー。入手いたしました。今までのタイマーと違って、えっと、外部クリックのモデルで、ま、フラグシップっぽい立ち回りなんですよね。で、歯も、上位の歯が、えー、入ってるみたいで、まあ、ちょっと気になったので買ってみようかなっていう感じで買ってみました。今ね、あの、品切れになってるみたいで、 正規店とかからも買えないような状況になってますね。まあ、また流通再開するかなと思いますので、その時に向けてレビュー動画を残しておきたいと思います。それではよろしくお願いします。必見 はい、それでは開封していきましょうじゃあこちら S3 なんですけれども今日ですね X ライト全、えー、フラッグシップモデルの X ライトと、えー、あと C3S ですねがありますここもちょっと見比べてみようかなと思うんですけどまずは開封していきたいと思いますいきますオープンもうねここがちょっとおしゃれでしょうクリックがねいい感じでイラスト化されてますよ はい。合格しました。ありがとうございます。で、中の付属品なんですけれども、刷毛と、えー、巾着ですね。はついてます。ちょっと中は見比べてみましょうか。本体見てみましょう。ハンドル折りたたみ式です。で、出ました。でね、刃が S2C890 っていう刃みたいですね。エク l レ t トが880だったと思うんですよ。なんで、刃もちょっと違う。 いで,す、ね、でなんといってもこの上クリックですねすごくねあのクリックの感じはねこうカチ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 ンっていうよりもキリキリキリっとこうスマートにね何かこう何かがこう中でこう微振動するような感じでクリック選択できます。で90段階。でハンドル。 で、実は一回開けてるんですけど、ちょっとハンドル若干不具合あって、これがね、なんか稼働がね、いまいちなんですよ。で、結構ね、S3、いろんな情報を入れたら、なんかね、不具合多いっぽいんですよね。で、ここちょっと対応してもらえるか、今問い合わせ中です。ちょっと見比べてみましょうか。これが X ライト。で、ハンドルは折りたためません。で、これが c 3 s で、プロのモデルなんで、 え、ハンドルを温たためます。で、毛は違います。ちなみに。で、ポーチが付いてるっていうのは一緒ですね。ただ、ポーチの素材がね、若干違くて、フラッシュモデルは同じ大きさなのかなでもなんか全体的に質が違う気がする。で、刃毛も違います。若干ね、サイズ違うんですよ。ごめん、嘘ついた。若干サイズ違くないですね。あの、 袋のサイズが違うだけだった。中身は多分一緒。なんでだろうなんか伸びたね、袋。これあれか、シールしてる位置が違うだけか。あ、そうかもしれない。変わってないです、何も。これフラグシモデルはロゴ入りのブラシがつきます。で、C3S は、なんかちょっと100均で売ってるみたいな感じの、なんかこう、目とかやる、お化粧みたいなやつが入ってますね。な、まあ、そんな感じです。 一応ねなんかねマイナーチェンジがちょこちょここれあるらしくて、まあ、この辺りももしかしたら変わってるかもしれないので、まあ、万が一今こういうのついてくるよみたいなちょっと違う情報とかあったらコメント欄で、えー、教えてくださいじゃあそれぞれを、えー、まず重さ測ってみようかなこれ重いんすよちょっと重い問題があってそれ気になってるんでまず重さ測ってみますじゃあ測ってみましょうまず、えー、本体 636.4636.4でハンドルが入るわけじゃないですかハンドル込みで798.7約 800g でエクスライトエクスライトはね結構ねここがね薄くてね個人的には好きなんですよはい本体だけで476.2だいぶ違うねであ触れちゃった で、ハンドルも入れると、まあ、600ちょうどぐらい、600.5で、600ですね。2 0 0ム違います。で、結構使ってる人多いんじゃないかって、この C3S ですね。こちらいきます。433.0。ハンドル込みで、582.9。っていうと、まあ、こことここで比較しても、すごく軽いですよね。使いやすいです。私もね、あの使いやすいなと思ってます。これぐらいの。 なんでちょっとね重いこれはイージープレストとかのフレッグシップモデルよりも重いです 100g ぐらい重いなので結構ねあの手ちっちゃい方とか女性とか弾いてもらったりすると大きいし重いしでまあまあ弾きにくいみたいな印象になるかもしれないですねじゃあそれぞれ弾いて弾き目見てみましょうはいそれでは弾いてみましょうじゃあまず ここ行くか。十四グラムアサイリンの豆を引きます。音をお楽しみください。うん。こんな感じ。 ごめんなさい言うの忘れましたけど今プアオーバーの推奨の真ん中ぐらいでそれぞれ引いてますね6.0ぐらいですね次いきますエクスライト <laughs> いきます はい、引けました X ライトはね実はあんまり切れよくないんですよあ残るんですよねでもなんかちょっとこうコロコロと軽い音がしますねじゃ次 C3S いきますはい引けましたいいミルスすねじゃあ引き目見てみましょうか S3 全部出そうか。全部出したらすごい量になっちゃったな <laughs>。ちょっと思ったよりあったな。一杯分引いたんだよな。次。このね、X-Hype はすごいっすよ、意外と。個人的に。これちょっとカメラ越しで伝わるかな。これね、S3 よりも圧倒的にチャフ分離してるの分かります 分かるよねこれね明らかに茶フ多いですもんねこれ同じ豆引いてますからね同じ豆引いてるけど比重の軽いチーフが上にこれあるんですよはい次あちょっとこいつ細かくなっちゃったかなまあでもちょっと細かくなっちゃったかもねうんなんかさ見る感じ見る感じっすよ わかんないですけど。S3 が一番チャフ紛れてますよね。まあね、ちょっとね、あのね、C3S はね、細かくなっちゃった。けど、チャフがね、もうね、X ライトが一番チャフでかいんですよ。こう、塊が。こういう、塊がすごいでかくて。でね、こことここはね、そんなになんか変わった印象はないかな。 S3、うん、どうなんですかね何が違うのかっていうところですけどでも一応刃も違うんですけどうんまあこんな感じですなんか圧倒的に見てわかるのはここ X ライトが見るからに違いますはい3つ引いてみましたいかがだったでしょうかでここからは S3 向いてる人っていうのを私なりにまとめていきたいと思うんですけれども S3 はまあ 見ての通り、外部クリックじゃないですか？で、私もイージープレストとか愛用してて、えっ、ー、と基本的に外部クリック使うんですよ。で、内部と外部でまどういうことが違うかっていうと、弾きながらも調整できるっていうところなんですよね。まあ、ここに尽きるかなと思います。で、私は焙煎をして豆の状態から抽出までをこうなんか体系的に見るので、こう引いた時に芯のこう。カリっていうこう音とかその引っかかりとかで変えるんですよ。 これは、まあ、ある意味でこう気持ちの問題っていうかそれがどれぐらい味に影響してるかっていうのは何、まあ、とも言えないところなんですけれども、まあ、そういうことをするんですねなので、まあ、弾いてる時に変えたりだとかちょこちょこ,こうクリック変えたいっていう人以外は別に外にクリックある人ってなくてあの内側でいいし下でも別にいいんですよねでそこについててその引き目で、まあ、基本的にはずっと弾きますみたいなで、まあ、よっぽど細くする時とか は買えまますすよよっていうう場合が、まあほととんんどだと思うんで,すよでその中で、まあ、外部にあるとまあ便利なこともありますし、まあ、ちょこちょこ,こうクリック変えれますっていう、まあ、そのシーンを満たす人っていうのは、まあ、外部クリックのこれを選んでもいいのかなって思うんですけど、まあ、22000円っていう価格帯じゃないですかでそれをどう捉えるかなんですけれども例えばイージープレストで行くと ウルトラととかがいそれくくらいの価格になってくると思うんで、すよねで K ウルトラになるとと結構高いとでウルトラの方はやっぱりあのフラグシップモデルらしき、そのなんて言うんですかね、味も特徴が出るし、えっと安定感ももっとあるんですよ。で、X ウルトラあたりとのこう戦いになってくると思うんですよね、このビルは。ってなった時に、そのフラグシップモデルにもこう行ききれてなくて、こっちのレンカのね、こっちのモデルとも、こうなんだろうな、こうあって、 的な差っていうのが外部ククリックっていうところの強みとかになってくると今なんか慌ててここを買うっていうのは、まあ、しなくてもいいのかなっていうのが私の印象ですね。で視聴者の方にもいろいろアンケートを取ったりとかいろんな話聞いてみたんですけれどもやっぱりねあのねイージープレスのフラグシップ使ってる人とかあとコマンダンテとか使ってる人は。 ま、これ今買うのはきついかなっていう感じですね。そことの併用は多分これ使わなくなっちゃいますね。ただ、こっちとか、えっ、ー、と、今持ってなかった人とかが行くのであれば、えー、ありかなと思います。ただ、ただ、めちゃくちゃ重いんですよ。めちゃくちゃ重くて、まあ、持ち歩きとか、まあ、持ち運びみたいなシーンには向いてないですし、まあ、キャンプに持っていくっていう場合も絶対にこっちの方がいいしって考えると、 まあ、それを満たすす人ですよねなんか家用なんだけどあとはこうデザインが好きでとかで外クリックでで2万円くらいの予算でみたいなところにぴったりハまる人向けなんじゃないかなっていうのが私の正直な感想です。はいといった感じで今日は、えー、タイムマの S3 使ってみました、まあ、購入する際の参考にしていただけたら幸いでございますじゃ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね